はい、皆さんこんにちはでございます。まさかの2本撮りでございますっていうのがお知らせが来てたんですよ。まあ、見てなかったんですけど、予告イベントが来てますね。空城城太郎の教え開催って、これはなんだ、スタンド使いとなったネズミをハンティング、虫食いかな。まずは敵の射程を訓練だ。豪華報酬がゲットできるみたいなので、今回のイベントクエストでは遠距離攻撃を行う敵が多数出現。遠距離攻撃をかいくぐりかな、ちょっと漢字があれなんですけど、接近してコンボを叩き込もう。遠距離攻撃を持っているならば周りを取って距離を取る敵への追撃だ。これはまあ明日ですね。明日から3月7日まで、その時にまた動画を上げようかな。まあ明日になりますかね。上げていこうかなと思います。はい。でですね、そう、クエストが、前回というかもうさっきの動画が、ですね、西村兄弟のその2の4だったかな、4話だったかな。4話だったんですけど、5話をちょっとさっき軽く、クリアしようと思って、動画にもせずに遊ぼうと思って、めちゃめちゃ難かったんですよね。なんでちょっとここちょっと攻略していきたいなと思います。ちょっとね、慶長が強いんですよ。で、慶長が緑、もう属性がもう緑とか言ってしまいますけど、なんでサポートを赤にしようかなと思います。赤がいない赤がいないので緑の一番強いにしようかな。どうなんだろう、でも緑に青って効かないのかな。まあ叩き込もうかな、レベルで。はい、出撃します。ここね、めちゃめちゃ強いから、とりあえずいつもの作戦ですね。ゴリ押し作戦で行くんであれば、イギーを最後に持ってきます。はい、なんですぐ変えましょう。ここを変えていきます。はい、でここでオラオラで、このね、戦ってる最中もね、手入れるんだよ頼むから帽子とかじゃなくて両手でやって、いちいちこうかっこつけなくていいから、ちょっとやばいから。あなたそんなレベル強くないから今はいはいはい、でオラオラ溜めつつ、ドドドドモードで最後持っていくんで、あそこでラッシュをかけるのが肝だな。かでね、ステージが狭いんですよ、ここちょっと狭いから、ちょっとね、もうめっちゃ強いでしょ。びっくりしたわ、今死んだわ、簡単に。あ、クラはね、はい、ドーン。クラはね、ちょっとこれやばそうなんで、とりあえず全部使っていきましょう。全然クラはないじゃん。くそー、活用しなきゃダメなのか。くそー、うっ、やっはー、めちゃ強いじゃん、何これ。いい強いい、やっぱ強。でもね、イギーもきついんだよね、ここ。ここでいかに攻撃を食らわないか。痛い、よし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 、ちっちゃいの、ちっちゃいの、よしよしよし。ここで1対1だったらね、俺強いのよ。スマホがめっちゃ熱い。1対1だったら、まあ狭いんだよね、ステージが本当に。1、2、3、4、ヒットアンドラン、1、2、3、4、ヒットアンドウェイだったヒットアンドランだ、4、はい、1、2、3、4、これが大事です。1、2、3、4、もう1、2、3、もう
割り込む禁止。3、4、だってもうね、息半分も足りない、もう赤いからね、やばい。で次のステージが慶長と慶長のスタンドがめちゃめちゃいるんですよね。だから、そう、ちょ待って、めっちゃ強いじゃん。慶長まで行かなかったし、しかも AP に11使うからね、2回しかトライできない、きついな。ちょっとじゃあレベル上げないといけないかな。よし、2回戦目。結構ね、ツイッターとかで調べてみたら、ここのステージは難しかった、慶長めっちゃ難しかったって言うけど、慶長まだいけてねえぜ。めっちゃ強いんで、長太郎で、不意に死ぬんだよね。まあ弱点だからね、ダメージ量が半端ないんだろうけど、とりあえず慶長までは2体欲しいね。2体はで、イギーがもう 100% の状態で持ってくるように、もう半分食らってるし、難しいな。はい、どうしましょう。オラオラしましょうか。オラ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 、そっちじゃない。よし、オラオラオラ、これ強いんだよね。2回攻撃された。ヘリにやられた。待って、はい、ヒットランドラン。ちょ待って、あのヘリが強いんだ、わかっ、ヘリどこだ、ヘリどこだ、あれヘリがいない、走り方、めっちゃヘリ速い。4、2、3、やばいやばい、来る、やばい、挟む、はい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 、怒った、はい、飛ばす、はい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 、怒ったー、飛ばすー、はいはい、オッケー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 、さっきより大丈夫、ロケットパンチこれちょっとシュールで好きなんだよ、ロケットパンチ。あー死んだ。まあ、さっきより全然部がいいじゃないかな。なんで届いてないじゃん、それもはや。なんなの、なんでそんな、いい、強いな、いい、やっぱり。3、4。はい、はい、はい、はい。OK、おいしい。なんで日和らない、それちょっと日和らないです、せこまい。2、3、出た出た、なんで日和らない。1、2ぐらいだね。4攻撃したら寒かってくるかな。はい、できました、ついに。お兄ちゃんですね、お兄ちゃん強いんだよ。スキップします。ギャオン。ここのステージめちゃめちゃ狭いから、とりあえずヘリを倒さないと厳しいかなと思うんですよね。ヘリっていうか、まあ、あのスタンド、これ多分よみがえるスタンドじゃないかな。いけーいけーいけー、よし、もうここは使ってなんぼだ、いけー。なんかある、なんか危ない、トラップだぞ、オッケーオッケー、消えよう、来た来た来た、
よしよし、1対1行きましょう。で、これスタンドは特に大事。ムービー流す、絶対流す。オラオラさせるよ。ああ、危ない。ついてる。イギーが。これで半分ぐらい食らったら、ドドドドモードで、一気にが続ける。ああ、ピヨッタピヨッタピヨッタ。ああ、ちょうど、よしよし、入った。あれ結構追尾なんだね、知らなかった追尾してくれる。さあどこまで食らうか。ドカン、全く食らってないじゃん。よし、もうドドドでいきます。うお、ゴリ押しいた、ゴリ押しいた、寂しい寂しい寂しい、行ってくれ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 。いやー、待って待って待って、よしよしやったー、倒しました。ここのステージの攻略はゴリ押しです。いきますだからどうなの、結構弱点属性がいいのかな。だからイギーもさっきの多分ドドドモードでえげつないぐらい食らったから、うん、属性を意識していったらいいんじゃないかなと思います。なんでフレンドをやっぱり赤って誰がいたっけ、5で赤の強い人の分を使えば簡単にクリアできるのかな。ちょっと難しいかもしれませんけど、まあこんなにご了承しなくてもいいかなって。はい、ということでなんとか、危なかった。しかも11食らうからね、11食らうというか11減るからマックスで多分20何歩しかないからスタミナやばいんだよね。これ30しかないでしょ、で11でしょ、2回しか取れできないんで、はい、ゴリ押しで頑張ってください皆さん、みんなで楽しみましょう。であとマイタウンちょっとやりたいんですよ。マイタウンちょっとなんか何なのマイタウンって。なんでちょっとタウンなんかおすすめのタウンとかあったらぜひ入れてください。俺が作ればいいか、入ってきて、誰か入ってくれるはい、ということで明日のまた5時からイベントクエストが始まるので、またそこでどんな感じかっていうのを皆様に見せれたらなと思います。ということで無事クリアできました。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。